がイエローポース、ブラックコースが川島となります。両方がイエローカップの箱さあ さあ、竹川慎がブラックコース、イエローコース、神の慎之介。ありがとうございます。最新最新の慎が始まりました。緊張してきた。23年ぶりこのスタートで立ち方になりました。ありがとうございます。ちょっと今回は川島さんと一緒に くれました。アルペン場では会長の方から表彰授与したいと思いますので、皆さん来てね。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。最終戦終わりました。たくさんの応援本当にありがとうございます。どうしようかな。スタッフの皆さんのこう頑張りがやっぱり一番私はありがとうございますと言いたいです。まあ本当にこのバーンをこれだけよく綺麗に保っていただいて、だからこそパフォーマンスがこうやってできたんだと思います。今日なんかたくさんいますね、ギャラリーが。でなんか私はちょっと出てないんですけど、シニアのあの最後のやつがすごくいいなと思ってたんですよ。すごいなんかみんなでこう、まあ、何歳とかバレちゃうけど盛り上がるところがやっぱり BSA っぽくて、私はすごくいいなと思ったんで、これからもこう続けてもらいたいなという。で私も年を重ねたらそういうのに出てみたいなっては思ったんで、なんかそういう楽しく BSA を盛り上げていけるようにみんなと頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんですね、2023年神の新夏と優勝おめでとう。さあもう本当、はい、皆さん、お疲れ様でした。大会関係者の皆様、選手の皆様お疲れ様でした。今日も、すごい雪は柔らかくて、朝のウォーミングアップの時はどんな大会になるかなってちょっと心配だったんですけど、みんなで協力しながらすごくいいコースを作っていきながら素晴らしいレースができたなと思います。まあ、今季振り返ってみて、まあ、ちょっと先シーズンまで、まあ、オリンピックを目標にというところでワールドカップの最前線で戦ってきて、すごくレベルの高い中で、自分も挑戦してきて、まあ、今シーズンその国内でプロ戦
プロとして戦っていくことを決めた時にはまあ、負けるわけにはいかない、いくら練習時間が短かったとしても自分が持ってる技術だったり経験っていうのはこの国内で負けるわけにはいかないっていう思いの中でやってきたんですけど、思いのほか結構実際に戦ってみるとみんなのレベルも高くって際どい戦いも多くあった中でしっかりと6戦中5戦勝てたっていうところはすごく自信持てますし、世界の壁の高さっていうものも皆さんに一つ見せることができたんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり自分自身この今まで得てきた経験っていうものを少しでもこのスノーボード界の方に還元できたらなっていうふうに思っている中でこのプロ戦を参戦したり自分でキャンプを開催したりっていう、ことをしてきました。まあ、あまり偉そうに言うのもおかしいけど少しでも皆さんの力になれたらなというふうに思っているのでいい形で自分のことを利用してもらえたらなというふうに思っています。またこれからもスノーボード界盛り上げれるように少しでも力になれたらなと思ってます。また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ナイスコメント、すいません。じゃあ今回の2023お疲れさんでした。エキシビジョン、さあ最終見せてもらいましたからね、今回のエキシビジョンシニアの方も走っていただいて、さすが緑川選手。さあ皆さんもね頑張ってタイム。ダメー、渡してあげてください。素晴らしい。なんとね、ちょっと待ってください。1000円、名前書いた人は1000円持ってきてくださいよ。全員からのプレゼントなので持って、それを持って頑張って、これからも、いや、いや素晴らしい、はい、もうじゃあまあほんまにとっても素晴らしいことなので、はい、いや、はい、頑張りましょう。まずは1年、まずは1年。僕からです。僕からお渡しします。はい、おめでとうございます。はい、吉井奈々さん、ブラックパール。じゃあ竹内智香から。はい、花束。わあ、素晴らしい。これは GSS から。はい。ねえ、うわ。じゃあもうお二人にね、盛大な拍手を持ってお送りいたしましょう。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、下手だけど、はい、チーズ。こういうのですね。はい、これが大事ですね、やっぱり。楽しそう。絶対負けんようにして。第6戦となります。第4回目のはい、パドラマ佐藤ユーフォーとカトエビブラックポストがビューフェアジア会長、佐藤ユーフォーとカトエビブラックポストがビューフェアジア会長、ありがとう、参加してください。ありがとうございます。